女性3人のチームです。ゼッケン52番高橋純子さん、下コーチ弘子さん、大石美恵子さんです。昨年のおなじみのチームですね。はい、いきなり力技で見せます ね一段と力と磨きをかけて出場ですね。まあ、ちょっと前まではその女性3人のチームというとこう可愛らしさとか優雅さを演出してましたけれども、ここはパワーがありますね。彼女たちはサーキットトレーニングとかウェイトトレーニング、それから食事療法とかいろんなことを今日まで迎えたと思いますね。なるほどね。非常にこうキレのいい動きが出てますね。非常にシャープで技術も安定してますね。でとにかくこの3人は体のバランスが非常に後ろから見たら区別がつかないぐらいよく揃ってますよね。腹筋も腰浮かずに綺麗ですね。アブノイナーカーブも非常に筋肉がよく出てます。まあ、1年間のトレーニングの成果を見てくださいということで、まあ、元気よく出ていったわけですけれども、下コーチさんと大石さんにはペアでもご活躍なさってますね。大石さんはペアで特に2連覇を達成してました。はい、よくここまで練習しますね。そんなに何種目も、やはり本番前はプレッシャーあると思うんですけど、そのストレスを緊張をですね、いかに練習積んできたかによってその当日の本番で違ってきますよね。やはりそれが自信となって彼女たちのこのエネルギーに出てるんだと思います。小柄ですけどね、非常に大きく可動域を使って使っておりますね。62番は牛山忠夫さん、渡辺美樹さん、亀崎一郎さん、男性2人女性1人のチームです。前転からストラドルジャンプタッチ入りましたね。本当にそのよく最初5秒ということを言いますよね。最初いかに始まった5秒で審査にアピールするかっていうのは大事ですね。非常にそこうまいですね。見せ場をしてますね。今のストラドルプレスも強いですね。一人だけ女性が入ってるんですが、その力強さでは負けませんね。負けませんね。彼女は非常にトレーニング積んで非常にメキメキ力をつけてきた選手ですね。このオールジャパンの大会にはまあ大体90年ぐらいから参加しているメンバーなんですけれども、みんなおなじみの選手ですね。これも筋力とそれからバランスですね。非常に高度なテクニックですね。この3人だからできるということですね。この演技を構成するにあたってはストロング、力強さとスピード感をアピールしたいというふうにおっしゃってましたけど、よく出てますね。無駄がないですね。非常に洗練された動きにこう持ってっていうのをよく知ってますね。一人一人がよく知ってますね。で、まあ、何度もこの大会参加してるんですが、内山さん、年に1回この大会のために爪毛を剃っています。皆さんいろんな努力、隠れた努力をしてますね。まあ、目に見える努力、見えない努力を積み重ねて競技しているわけですよ。やはりここのチームも手と足との一貫性がすごくうまいですね。動きのコンビネーション、それから空間の使い方、アクセント、そしてフィニッシュです。振り上げからのリフト。非常にダイナミックな男性3人のチームです。ゼッケン65番は菊池隆さん、鈴木浩一さん、本町誠吉さんです。迫力がありますね。そうですね。さっきのストラロンジャンプのトゥータッチも非常に高く上がってまして揃ってましたね。179cm、184cm、182cm という、まさにその大型の有力チームということですね。もう世界に通用する体を持ってますし、非常にダイナミックですね。あとはミスをしないでやるということですね。構成力はうまいですね。特に菊池さんは第1回大会のそのチャンピオン で、その後も数々のチャンピオンを育ててきただけに、はい、まあ、今回は自分の番だという意気込みがあるんですね。かなりプレッシャーの中で頑張ってきたと思います。この辺もそのパスと合わせた動きっていうのも、ね、ですね、音楽をうまく使ってますね。非常に音楽を理解して使っていると思います。
もうチームになります構成力と、これをあとは本当にコントロールしていかに動くかという、もうそれですね。リーダー役の菊池隆さんの生徒さんという形になると思います。鈴木さんと本間さんはまだ23歳と24歳、しかし31歳になった菊池さんが全然体力で引き落とってませんね。素晴らしいことですね。